こんにちは、紹介長です。今回は、食玩、仮面ライダーエグゼイドの騒動、ステージ4が到着しましたので、今回はこちらで遊んでいきたいと思います。アソートは、はい、こんな感じ。このステージ4では初の立体化となる、ものが、ね、たくさんあるんですよね。中でも、バグスターウイルス。これがね、5番で2個入ってますね。で、ついにこれが出ましたよ。仮面ライダーエグゼイドのゴーストゲーマーレベル1とレベル2。はい、これも2個ずつですね。で、1つだけ6番の仮面ライダーレーザー、バイクゲーマーレベル2がここに入ってます。でもこれ以前のものからちょっとね、新規造形とかも、されていて、ちょっと違ってる、仕様になっています。その辺もちょっと注目ですね。そして、ハンターゲーマーが今回は、ラインナップに加わっています。A と B に分かれていて、A が、エグゼイドが装着するもの。まあ本体ですよね。胴体のところ、顔と胴体が A になっていて、B の方は、レーザーの手足、もしくは、ブレイブと、スナイプの、装着するものになってます。なので、これが多ければ、レーザーの手足にも使えるし、ということでね、とても理にかなったアソートになってるかと思います。さて、何から開けていこうかなと考えていたんですけれども、やっぱり5番のバグスターウイルス、これを先に開けようかなと思います。で、その後ね、開けたライダーたちとこう、ポーズ、戦うところとかをね、戦闘シーンとかを再現すると、こういう風に敵キャラがいるとね、バトルシーンがさらに再現できますからね。はい、こんな感じで、まずはこのバグスターウイルス5番を開けていこうかなと思います。で、初の立体化ですね。このソードシリーズ、すごいですよね。まさか、このバグスターウイルスまで、立体化してしまいました。それでは開封します。せーの、ドン。おお、武器がでか、長いし、かっこいい。すごいね、これ。え、っていうか、ステッカーがない。ででん、おお、おかしい、おかしい。すごいですね。シールなしで、塗装もされているし、特に頭部、ものすごい再現度。わ、可動もね、普通のライダーの、素体に近いの。肩もボールジョイントで、あ、すごい。ちゃんと、ロールとか、肘可動とか、右手はグーで固定なんですけれども、左手はこのように開いていて、さらに、ここが別パーツになっていて回るんですね。すごい。なかなかよく動きますね。首もぐるっと。上下は無理か。腰可動もありませんね。で、足も、はい。文句なく。おー。はい。この辺とか、膝。そして、足首。ボールジョイント。可動も素晴らしいですね。で、すごいのが、この顔の塗装ですね。もうシール一切なしで、ここまで再現しています。すごい。あんまりね、じっくり見たことなかったんですけれども、目ってこんな感じなんですね。へぇー。体のオレンジのラインとか、この辺のお腹周り。右手、左足ですね。片方だけ、こういった別カラーになっているんですね。こういった膝の模様もシールではなくプリントされてます。背面がこちらですね。あ、ちゃんと台座用の穴も開いていますね。そしてバグスターウイルスの武器ですね。武器自体も非常に長くて、この先端の三つ股の槍。これがね、シルバーでとても綺麗ですね。長さがだいたいバグスターウイルスと同じですね、身長と。うん。これぐらい長い。まずは武器を使わずにバトルシーンを再現。うん。なんかかっこよく思えてきました。この武器を持たせるときは、一旦これを外して、こちら側から拳の穴に通して、再び先端を取り付ける。
まずは武器を持って直立。ライダーたちが現れたら足を開いて、拳をこちら側に移動させて、開いている左手を添えてあげると、しっかりと武器を構えるポーズを取らせることができますね。ソードの他のクロスアーマーセットに付属していたこの台座を使えば、動きのあるポーズもバッチリ。もちろん雑魚キャラだけでは寂しいので、エグゼイドを配置して、さらに敵のボスを配置したりして、ほら、テレビでありそうなバトルシーンを再現することが簡単にできちゃう。で、このバグスターウイルスのいい点って、シールがないから、いっぱいね、雑魚キャラだからいっぱいね、出てくるじゃないですか。お店でたくさんね、買い増ししてきたら、普通に開けて、箱を開けて、ビニールから取り出すだけで、雑魚キャラが一人追加できちゃうので、これはね、お財布に、これはね、お財布に優しくないですね。つい見かけたら、たくさん買っちゃいそうになっちゃいますね。もうバグスターウイルス2体でも全然足りないぐらい。ね、いっぱいブワーっていた方が絶対ね、本編の再現にもなりますし、楽しいし、見ててね、本当に面白いと思います。好きな人は本当好きだと思います。またかっこいいポーズだけではなくて、やはりね、バタバタとやられていくこの様。こういうのもね、とてもよく似合いますので、しかも台座とかあれば、こういうね、やられた瞬間とか、吹っ飛ばされる瞬間とかも自由にね、ポーズすることができますので、楽しいですね。ということで、まずはバグスターウイルスをご紹介しました。いや、もうこれでお腹いっぱい。そう言わずに。続いてはこちらです。3番仮面ライダーエグゼイドのゴーストゲーマーレベル1&レベル2のクロスアーマーセットと、4番の仮面ライダーエグゼイドゴーストゲーマーレベル2のアクションボディセットの2つ。ガチャーンって合体すると、このパッケージも双胴が完成します。この食玩の双胴で初の立体化になりますね。ゴーストゲーマーですね。そしてこのレベル2のかっこよさ。いいですね。よくできてそう。双胴恐るべしですね。もう開ける前から、よくできているのがもうわかります。セット内容はそれぞれこんな感じになっています。こちら4番の方にはガンガンセイバーが付属するんですね。3番の方はレベル1の本体。もうレベル1が完成します。プラスレベル2にするための、アーマーのセットが入っています。で、この後ろの、これですよ。このポージング、かっこよすぎるでしょう。ということで、まずは3番、こちらの方から、レベル1の方から開けていきたいと思いますが、せーの、お、中はこんな感じになっています。お、頭部がめちゃめちゃかっこいいんですけど、角がすごいシャープ。はい、中はレベル1の本体と、あとはこちらのアーマーのセットですね。はい、胸部とか肩アーマーとか、そしてこのかっこいいレベル2の頭部、さらにメタリックステッカーが1枚、ハルシールはこれだけなんですね。少ない。レベル2の胸部のアーマーですが、これは今までのゲージとかボタンがあるアーマーと共通ですね。で、この上にこのゴーストのデザインのステッカーを貼るようです。ということで、仮面ライダーエグゼイドのゴーストゲーマーレベル1の完成です。といってもシールを胸部とこの足2箇所貼るだけですね。レベル1のボディ自体は他のレベル1エグゼイドとかのレベル1のボディと同じですね。うん、色が異なるだけになります。手も足も胴体も同じ形状。顔はもう一切シールなしで塗装で再現されています。とてもいいです。この角とかも、このゴーストらしい、このくねっとしたね、角ですね。これもしっかりと再現していますね。はい、ここは軟質パーツになっているので、折れる心配もまあないのかなと。双胴のレベル1のボディもなかなかよく動くんですよね。腰可動があるのもポイント高いですよね。エグゼイドたちと違って、目玉がないので背中に背負った時も同じデザインなのはいいですね。2個買わなくて済みます。台座を使えばさらに激しいアクションポーズも可能です。それではもう一箱の4番の、ゴーストゲーマーレベル2アクションボディセット、こちらを開けてみましょう。
こちらには、レベル2の本体と、あとはガンガンセーバー、武器が付属しています。ステッカーは武器の分も含めて、いつも通り、ちょっと多めですね。そして、はい、ガンガンセーバー、懐かしいですね。はい、付属しています。お!面白い!頭部のデザインが、いつも通り無彩色のポーズが付属して、先ほどの頭部と差し替えるんですけれども、まあこれでも一応単体でレベル2として遊ぶことができるようになってますが、この頭部、これはこれでちょっと面白いですね。これちょっと下向いたら、今は CSM で話題のね、地獄兄弟少し見えませんかこれ。はい、4番単体でシールを貼っただけがこちらですね。はい、これでもね、結構まあ、顔はね、真っ黒ですけれども、まあ、それなりに色がついていてかっこいいかと思います。はい、単体でも遊べちゃいます。それでは先ほどのレベル1の頭部。このマスクを取り外して、後頭部をさらに取り外す。これらのパーツを組み合わせていって、こちらをね、完全な状態にしていきましょう。まずは頭部を差し替えます。おー、もうかっこいい。そして、胸部のアーマー、背中のアーマー、肩アーマー。肩アーマーがね、毎回僕は苦手なんですよね、つけるのが。肩アーマーをつけたら、最後に背中にレベル1のマスクを、このようにくっつけてあげれば、うわ、もう背面からかっこいい。せーの、はっ。おー出たー、仮面ライダーエグゼイドのゴーストゲーマーレベル2の完成です。かっこいいですね。まずは武器を取って普通に立たせてみました。あー、もうかっこいいちょっとね、顔を下に向けるのがいいですよね。おー、すごい。まずこの頭部ですね、この角、ここがものすごく食眼とは思えないぐらいシャープ。よくできてます。そして目のあたりの白のラインも、釣り目がね、すごくかっこいいですよね。この後頭部の突起。これが、この非常にこの頭部が丸いので、小さいお子様の誤飲防止用にあるという、説明が公式のブログにありました。あとここの穴もそうらしいですね。そして胸部、肩、アーマーとね。仮面ライダーゴーストのオレンジのね、おなじみのカラーがこう見えますね。そして背中には大きなゴーストの頭部。いいですね。こちらの角もね、大きくていい。ガンガンセーバーは片側のみステッカーが用意されています。反対の面は黒のままですね。早速バグスターウィルスに活躍してもらいましょう。いいですね。稼働範囲については、これまでご紹介したレベル2の、各ライダー、他のライダーと、共通ですね。食玩とは思えない稼働範囲を持っています。それにしてもバグスターウィルス大活躍ですね。では、新素材が手に入ったので、各ゲーマーとの組み合わせもやってみたいと思います。まずは、スポーツゲーマー。続いて、コンバットゲーマー。ビートゲーマー。そして、ロボットゲーマー。おまけで、マント。ということで、今回は、食玩のステージ4から3、4、5の、仮面ライダーエグゼイドゴーストゲーマーのレベル1、2とバグスターウィルスをご紹介いたしました。次回、残りの3つをご紹介したいと思いますので、そちらも、よろしかったらご覧になってください。以上、紹介者でした。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。